水野和夫は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名。キー新ングル藩書大藩主、水野忠文の三男。官位は、十五位下、津島守。忌み川はじめ重信を名乗り、後江を、ついでおもなかに改めたとされる。元気元年、水野忠文の三男として、尾張国に生まれる。天正四年。 母方のいとこにあたる徳川家康に、初めて越見し、後家康に近似して五千五百国を治療する。天正十六年に大蛮党となり、天正二十年二月一日には、武蔵国埼玉郡、上佐国山部郡内に千五百国を数をされる。慶長五年の関ヶ原の戦いでは大蛮党として、従軍。慶長六年五月十一日、十五位下、津島守に常任。 慶長11年、家康の柔軟、徳川頼信の貢献を家康から託され、慶長13年に頼信の過労となり、日立国内に一万国を与えられた。幼少である頼信に代わり、水戸藩では、獣王が国政に当たっている。慶長14年、頼信が鶴河国寸府藩に転保されると、同年12月22日に獣王は、 東都海国浜松城主となって2万5千国を与えられた。慶長19年の大阪冬の陣ではウイ陣を飾ったよりの部に従って天皇寺付近に布陣し、翌慶長20年の大阪夏の陣では天皇寺、岡山の戦いで御爪として活躍した。現那3年10月24日には、駿が東う未両国内に1万国を活用されている。年、 頼信が、紀州藩に移ると、獣王は、同年7月19日に、紀の国新宮に3万5千国を与えられ、安藤直司と共によりのの不我老として、その補佐に努めた。しかし、不我老という身分上、大名としての資格を失うことになった。元七年11月12日に、和歌山で死去。去年十二。改名は、全流院伝日山徳春大古寺。 母書は、和歌山市直川の、前世寺。長男の重吉は、不我老が売身として扱われることに不満を抱き、弟の貞勝に、新宮三万五千国を継がせようとしたが、結局、徳川秀忠と家光の説得を受けて、源那九年に家督を継いでいる。ありがとうございます。